吹き菜の収穫は少し肌寒くなってくる秋ごろから始まります。濃い緑色の大きな葉が畑一面に広がります。出荷時期になると白い根の部分も土から顔を出します。収穫作業は早朝から行われます。一つ一つ手作業で収穫されていきます。畑には収穫されたフグキナがどんどん並んでいき、フグキをつける加工場に運ばれていきます。下準備として根の生えている部分と葉の生え際をきれいにカットしていきます。残りの皮はピーラーできれいに剥いていきます。粗漬け用の大きな樽にフグキナを敷き詰めていきます。途中、野菜の持つ水分を抜いて旨味を引き出すための塩を振りかけます。たくさんのフグキナを敷き詰めた樽に大きな蓋をして、このように天秤漬けというテコの原理を使った伝統的な手法で漬けられていきます。一晩粗漬けしたフグキは今度は小さい樽に詰められていきます。株の部分が傷つかないように葉を敷いた上に株を詰めていきます。天秤漬けは大変重労働のため、現在は機械を使うことも増えてきていますが、今もいくつかの農家ではこの伝統的な方法が守られ続けています。さらにぎゅっとされて水分が出てきたフグキはどんどんしんなりしていきます。押されて肩が小さくなったフグキの上にさらに粗漬けしたフグキを詰めていきます。写真のように樽いっぱいに詰めてさらにしっかり漬けられていきます。その後、室と呼ばれる40度前後に温められた部屋に樽ごと運ばれたフグキは約1週間かけて乳酸発酵を促進させます。樽から出しても形が崩れないほどしっかり使ったフグキが完成します。出荷用に一つ一つ丁寧に葉を丸めていきます。